トランスジェンダーのカミー・ユカブラル・クに、パリ市内のパストット事務所にいて、パリのゲイパレードでパフォーマンスを披露するパストットのチーム、2005年6月25日パリ市内で開かれた、プティプライドに参加したカブラル・クに、2006年3月18日、カミー・ユカブラルは、フランスの政治家、トランスジェンダーの女性、皮膚科医、性労働者、2001年3月に、緑の人で、 パリ第17区議会議員選挙に当選し、以来、同区議を務めている。ブラジルパライバ州出身。2002年国民議会議員選挙では、緑の投稿人で、パリ第17区から出馬し、832票を得て、落選した。2006年10月にイルドフランス地域圏の緑の、党支部は、カブラル区議が、緑の党から逸脱した行動をとっているという、理由から、 カブラルの再入党を届を不受理にした。2007年国民議会議員選挙では、カブラル議は、パリ大国から無所属で出馬し232票を得て、落選した。プリベンションに D、アクションポアーラサンテイルトラバーユでトランセクシュールズの頭文字を取ってこの名前が付けられた。N.I. ビクティームに、クーパブロ、フィリス D、エットラプッツ。ありがとうございます。